なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第5章508キラキラストリート毒沼509香水専門店朗読を始めます。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第5章508キラキラストリート毒沼。キラキラストリート毒沼、王都の貴族街に位置する通りだ。貴族の邸宅が集まる地域に突然商業区画が出現する。ありとあらゆるキラキラ店が集まっているボスらし的ストリート。どれも貴族をターゲットにした高級店だ。キラキラ服飾店。ウィンドウにあるピンクのドレスにより最大 HP の1割が削られる。キラキラ喫茶店。ダサい服装で入ったら店員と客から笑われそうな雰囲気により最大 HP の1割が削られる。キラキラ宝石店。宝石の高度以上の輝きに身を貫かれ、また1割。キラキラ香水店。店の外観を見ただけで息が苦しくなる。割合ダメージ。キラキラ紅茶専門店。紅茶は好きだから耐えられ。あ、中から前述の4店舗をはしごしたとしか思えないおしゃれ星人が出てきた。最大 HP の1割が消える。ぐー。高濃度のキラキラ正気により、歩くだけで私の HP はじわじわと削られていく。毒特有の割合ダメージが累積して、私の HP はもう半分しか残っていない。黄色ゲージだ。ここに来ると、嘔吐が恋しくなってきますわね。キラキラストリート毒沼ですよ。ええ、何ですのそれ。通りの名称がエレノーラに通じないのも無理はない。だって、キラキラストリート毒沼は、私が勝手に名付けただけなのだから、毒沼なんて名前の通りがあってたまるか。初めて迷い込んで、体を赤く点滅させながら脱出して以来、ここには来ていなかった。残念ながら、浄化されずに残っていたようだ。このような場所が浄化される事案は存在する。前世で私が住んでいた町にあったおしゃれなファッションビルは、数年の間にオタクビルへと変貌を遂げたのだ。アニメショップが数種類、漫画とラノベ専門の本屋、カードショップ、パソコンショップ、模型屋、というボーナスステージ状態だった。キラキラストリート毒沼も、前述のビルのように浄化。浄化というより侵食。まあ、そうなっていればよかったのだが、相変わらずのおしゃれ空間のようだ。エレノーラは楽しそうに並ぶ店を眺めているけれど、私は生命力が減らされていく。早く抜け出さないと、このままでは神経に異常をきたし、内臓も機能不全に陥り、最終的には骨だけ残して肉体が妖怪してしまう気がする。それくらい、私に似つかわしくない空間だ。わかってるよ。私が勝手に苦手意識を持って、勝手にダメージを受けていることくらい。現にエレノーラは、継続ダメージを受けることなく歩行している。この通りに負けないくらいに輝いた笑顔で、彼女は言った。どこも久しぶりで、明日が楽しみですわ。明日ですか？今日はウェディングドレスの採寸をして、明日以降は好きな場所を回りましょうって、パトリック様と計画していましたの。ユミエラさんは装備を作りに行くのでしたわね。聞かされていないです。初日の予定が分かった段階で、私は全行程を拒否するはずなので、パトリックたちの選択は正しい。明日は別行動か。彼女がアーキアムの屋敷を見つける直前にも、買い物に付き合うことを私は断った。だって、長いし、興味ないし、打ち合わせで別行動の予定を立てるあたり、エレノーラも私の性質は分かっているはずだ。それでも彼女は、一緒に回りたいって言ったんだよな。私は強いです。そうですわね。私の唐突な宣言にエレノーラはポカンとしつつも同意してくれた。私は強い。レベル99を超えてレベルは測定不能だ。 HP 総量が関係ない割合ダメージを食らおうとも、回復魔法を使えば MP を HP に変換することができる。
強いので、まあつまり毒は効かないんです。毒沼でも平気で行動できます。ここの毒は少しばかりまぶしいけれど、私は最強だからへっちゃらだ。別れというには無理がある。湾曲した表現を止めて、私はストレートに伝えた。これから一緒にショッピングをしませんか？ええ、本当に。その時のエレノーラの顔は、このキラキラ毒沼なんて火ではないほどの猛毒だった。おしゃれ空間で倒れる前に彼女の笑顔にやられてしまいそうだ。やった。どんな順番で回りましょう？選べませんわ。一軒だけにしません。509香水専門店。エレノーラは熟考の末、香水の専門店を選択した。押されるように店の前まで誘導される。覚悟を決めて扉に手をかけようとしたところ、香水店の入り口は内側から開かれた。ようこそおいでください。こういう店は人力自動ドアになっている。中にいる店員さんが来客に気がついたらドアを開けてお出迎えしてくれるのだ。場所によっては外に扉を開ける専門の人が立っていたりもする。そして店員さんが担当のような状態になり、欲しいものの場所まで案内されて、丁寧な説明までしてくれて、会計からお見送りまでしてくれるシステムだ。だから苦手なんだ。勝手に入って自由に物色して、自分で商品を抱えてセルフレジで会計を済ますというのが私の理想だ。まるで当然とばかりに雑談を仕掛けてくる店員のいるところには行きたくない。店のシステム自体が苦手なのに加えて、ユミエラ・ドルクネスの場合はもう一つの問題が発生する。うわ、ユミエラが来た。どんなひどいことをされるかわからないぞ、みたいに思われ、戦々恐々とされてしまう。実際に扉を開けてくれた彼女は接客用の柔和な笑みのまま硬直している。初来店にもかかわらずこの反応とは理解しているが、特徴的な黒髪も考えもので、おや、固まった彼女の視線の先は私ではない。その時、不自然な間を気にかけることなくエレノーラが声を発した。お久しぶりですわ。エレノーラ様、エレノーラ様ですね。やっぱり。香水店の彼女が見ていたのは危険人物ではなく、かつての常連客だった。接客用の笑みは完全に崩れ、テンション爆上がりではしゃいでいる。エレノーラはこの店にとっての何なんだ。店と客の関係を超えている気がするぞ。もう来ていただけないかと思っていました。本当に良かったです。私も嬉しいですわ。いつも香水を送ってくださりありがとうございました。ああ、たまにエレノーラ宛に届く荷物ってここから送られていたのか。完全に蚊帳の外にいる私は心の中で納得していた。でもあれって通信販売とかじゃないんだよね。この店が無償のプレゼントをエレノーラに送り続けていたのだ。なんで？謎が一つ解けたら新たな謎が出現した。よくある謎の性質だ。なぜ謎が謎を呼ぶのかは未だに謎。あ、また一個増えた。そこでようやく店員は私に目を向けた。申し訳ありません、つい舞い上がってしまって。いえ、私は付き添いなので放っておいてください。ユミエラ・ドルクネス伯爵ですよね。エレノーラ様からよくお話を伺っておりました。前から知り合いであったかのような親しい目を向けられる。怖がられないのはエレノーラから話を聞いていたからのようだ。彼女から見たユミエラ像は世間一般に出回っているそれと比べて可愛らしいものだろう。あの、当店に強いものはありませんので、暴れ回るのはご遠慮いただけるとありがたいです。別に強いものがあっても暴れたりしないですよ。というか、何ですか強いものって。すみません、エレノーラ様からそのような方だと。エレノーラの語る私は世間とさほど変わりがなかった。本当になんだよ強いものって、漠然としすぎだろ。彼女は気まずそうな表情をさっと変えて私たちを店内に案内する。強烈な香水の匂いが充満している店内を予想して入ったが、そこまで匂いはしなかった。
見回してみれば、多めに設置された窓のいくつか半開きになっていた。それとあれは、風を発生させる魔道具もある。換気設備が整っているのか、商品を試すときに邪魔が入らない工夫だろう。ひとまずは快適な環境で良かったと安堵していると、私たちは席を進められる。どうぞこちらへ、お茶をご用意いたしますので、かけてお待ちください。ありゃりゃ、長居が確定してしまった。パッと入ってさっと買ってざっと帰るのが理想だったのにな。まあいいか、長い買い物は覚悟の上だ。二人になったタイミング、私は聞いてみた。エレノーラ様、ちょっと聞きたいんですけど。自分より強いものには過剰に反応する、みたいなことを言った気がしますわ。そっちじゃないです。彼女がよそで、私をどう評価しているのかは分かった。でも、聞きたかったのはそっちじゃない。この店の方々と、どんな関わりがあるんですか？昔、出資したとか。普通に、お店屋さんとお客さんですわよ。仲良くはさせていただいていましたけれど。経営難だった店を救い、恩を感じている店側が今もエレノーラに贈り物をしている、みたいなストーリーを思いついたものの、即座に本人が否定する。ただのお客さんに、高価な香水を送り続けたりしないって、詳しく聞こうとするが、店員さんが戻ってきてしまった。しかも手にお盆を持っているだけでなく、後ろに人間を複数人引き連れている。香水店は奥に行って戻ってくると人数が増えるらしい。エレノーラ様、また来てくださったんですね。お元気そうで何よりです。お送りした香水は使っていただけましたか？彼女たちの圧がすごい。これはお得意様とかをはるかに踏み越えて愛されている。ひとまずは出された紅茶の香りで落ち着こう。カップを手に取り、慣れ親しんだ匂いを、あ、これハーブティーだ。お茶まで華やかな香りだよ。絶え間ない嗅覚の本流に耐えつつも、私は置物のようにおとなしくしていた。借りてきた猫ユミエラを置き去りに、縄張りの猫連合は会話に花を咲かせる。皆さんもお変わりないようで何よりです。いただいた香水は、もちろん一通り使いましたわ。覚えているものだけでいいので、感想をお願いします。そうですわね。エレノーラの香水談義は長い。ミリタリー好きの人に、ゼロ戦って強いの？と聞いた時くらい長くなる。旋回性能とか武装の話ならまだしも、航続距離やら当時の燃料の品質だとか、制空戦闘機と極地戦闘機を同列に語るのは間違いだとか、長々と喋った末に結論は不明瞭だったり、それくらい興味のない長話が始まるぞと身構えたのは私だけだった。エレノーラを囲む人々は真剣にエレノーラの感想に聞き入っている。メモを取ってる人までいた。テイスティングして印象に残ったのはパチュリルの新製品ですわ。容器のデザインでシプレー系だと思っていたら完全にフゼア系で、一応シプレー系として売り出しています。フゼア系だと敬遠する女性もいらっしゃいますものね。シトラスの流行はさらに加速しそうですわ。柑橘の香りは苦手な方が少ないので良い流れだとは思うのですが、エレノーラ様が好きなグルマンノートの新作は少ないですね。当店オリジナルでも作ってはいるのですが、あまり評判が芳しくなくて。何語かな？専門用語だらけで意味不明だ。唯一、エレノーラって単語は聞き覚えがあるけれど、言葉の意味は前に教えてもらったりもしているのだが、そもそも知らない単語ばかりだ。先ほどのめんこのように脳内変換が不可能なのであまり覚えていない。内容は一切わからない。彼女たちの会話は続く。そうでしたの？オリジナルはあったかしら？覚えていませんわ。とてもお送りできる代物では。あの、こちらなのですが、テイスティングだけでもお願いできますか？気になりますわ。文脈すら終えていないので、果たしてエレノーラが何を気になっているのかもわからない。私は無言で立ち上がる。誰も気に留める様子はなく、一人で店内を歩き回ることができた。これは、動物性香料も少し混ざってますわね。
ラストノートはどんな感じかしら。あまり馴染んでいないようだから、もう少し熟成させないとまとまりが出ないような気がしますわ。今のままでは強すぎるから、インセンシティも低くして、あとは。はい、なるほど、参考になります。ほこり一つない棚と机に並んだ瓶を眺めつつも、会話は耳に入ってくる。エレノーラが参考になることを言っているのはわかる。だって私は、参考になりますって言葉が参考になるって意味だと知っているからね。なんとなく商品を鑑賞しているけれど、雨水をためた牛乳瓶を見ているのと摂取できる情報量は変わらない。店員がつききりになるような店なので、商品説明は一切書かれていないのだ。とりあえずマークが同じやつは同じブランドなのかなと推理してみる。未だに続く参考になるらしい話を BGM にしていると気になるものを発見した。棚の一つに違和感がある。並んでいるのは当然香水だけれど他と違う。例えばこれ、棚に一つしかない花みたいな刻印のやつはまとめて向こうに置いてあったはずだ。この棚だけブランドもバラバラで並び順も乱雑に感じた。規則正しい店内、この一箇所だけが混沌としている。そして私の考えを後押しするようにあるのは手書きのポップだった。解説やおすすめポイントには見えない、読んでるこっちが恥ずかしくなるポエム的な文章が下手な字で書かれている。背中がゾワゾワするが、一つ声に出して読んでみよう。無限に広がる海原、恋の雫を一つ垂らせば。わあわあ、ダメ、それを読むのはいけませんわ。くっそ恥ずかしいポエム朗読は、会話に熱中していたはずのエレノーラに妨害された。そこまで恥ずかしがる必要なさそうなものだが、彼女は顔を真っ赤にして店員に抗議していた。まだあの詩が飾ってありますの？好評ですよ。私どもも素敵だと思っています。あの頃の私はどうかしておりましたの？彼女らのやりとりに首をひねっていると、店員さんの一人がポエムコーナーについて教えてくれた。この棚はエレノーラ様がおすすめする香水を集めてあります。お名前は出せなくなってしまいましたが、あのエレノーラ様の一押しですから、もちろん売れ行きは好調です。詩も素敵だと評判になっています。エレノーラ様がこれを書いたと。はい、直筆です。うわぁ、これ。昔の乙女モード全開のエレノーラちゃんの創作だったのか。様子を見るに黒歴史化しているみたいだし、あまり触れないようにしよう。これ以上ポエムについて聞くと彼女の精神が崩壊しそうなので、直筆ポップ以外について尋ねる。エレノーラ様が勧めるだけでそんなに売れ行きって変わるものなんですか。公爵令嬢だったとはいえそこまで効果あります？あるに決まっています。外国のアトリエからもエレノーラ様の批評が聞きたいと便りが来るくらいですから、この業界に携わる人間なら知っているのが当然の味方です。王国の若い女性で加盟が一番だったのは公爵令嬢エレノーラだった。一国の特定の年代、狭いコミュニティで流行を牽引する立場にあるとかなら理解できた。でも外国、ヒルローズ公爵家の娘というだけでそこまでの影響力を持つのは難しいはずだ。今も香水業界での地位は変わらないようだし、さっきまでも難しそうなアドバイスをしていた。もしかしてエレノーラって香水業界ではすごい人、カリスマレビュアーみたいな存在。ポエムのダメージを引きずって顔を両手で覆うエレノーラを横目に私はつぶやいた。もう自分の香水メーカー作っちゃえばいいのに。工房ではありませんが、ありますよ。これと、これと、あとこれです。エレノーラ様の全面監修と銘打って売り出されています。店員が見やすいように並べてみせた香水には見覚えがあった。どれもエレノーラからプレゼントされたものだ。たまにつけるとエレノーラが気づいて喜ぶので、それ目当てに使っている。思い出してみれば、自分でいろいろ考えて作ってもらったとか言っていたような、要するにオーダーメイド的なものだと思っていたが、製品として生産されているらしい。すごくないか。仕事として
お金儲けできてる。あ、でも送金などはないはずだ。監修はアイディアを買い切り、みたいな形なんですか？いいえ、詳しい契約内容はわかりませんが、新しく生産するたびにいくらかがエレノーラ様に入る仕組みです。あれ、どこかで中抜きされてない。簡単に騙せちゃいそうな詩人さんの顔を伺う。話は耳に入っていたようで何気ない様子で言った。お金はサノン教の教会に寄付するように手配していますわ。聖人じゃん。教会はさっさと彼女が天使であると公式発表してよ。でもまあ、公爵令嬢時代だとはした金に思えたんだろうな。大した金額ではない気がする。下世話と分かりつつも、私は気になることを聞いてしまう。ちなみに、どれくらいもらえたんですか？エレノーラに歩み寄り、耳を近づける。彼女はそっと、香水監修の収入を教えてくれた。くらいですわ。え、そんなに。別な大陸で売るために、交易船がたくさん買っていくらしいので。私は絶対、全額寄付なんてできない数字が出てきた。しかも、これからも売れるだろうから、期待はさらに増えていくはずだ。私は、気の抜けた生返事をするのがやっとだった。そう、なんですね。それからしばらく、私以外のメンツは香水談義に花を咲かせた。もちろん、私に内容は理解できない。できないなりに聞いているうちに、だんだんとみんなに熱が入ってきて、企画会議みたいな雰囲気になってきた。これからの流行の予測をし、ありきたりにもニッチにもならない絶妙なラインを考え、容器やキャッチコピーも含めた戦略を練る。皆が満足する結論に達するまで2時間はかかったと思う。そしてようやくおいとますることに、エレノーラは帰りを惜しまれている。いつもなら早く行きましょうなんていう場面だったが、私は彼女を尊敬の眼差しで見ることしかできなかった。我が家の居候エレノーラちゃん、無一文で世間に放り出したら3日も持たずに行き倒れてしまうと思っていた彼女は、全然一人でも生計を立てられると分かった。誇らしいような、寂しいような、自分の感情に整理がつけられぬまま、私はエレノーラと共に香水専門店を後にした。次回は、悪役令嬢レベル99、第5章、5、10、夜に2人。当然、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。